最近どうしても納得いかなかったこと。福島県郡山市影丸さんの最近どうしても納得いかなかったこと。お風呂に入った時、ぬるいな。お湯がぬるかったので、追い炊きをします。追い炊きボタンを押したら、ちょっと、なんで追い炊きしようとしてんの？生意気だよと妻に言われたこと。愛知県岡崎市鏡餅さんの最近どうしても納得いかなかったこと。会社で、マジで？新入社員たちが、あの人人使い荒くてほんと最悪、超ムカつくよねと言っていたので、誰のことか気になって、何ですか？さっき話したので、俺のことじゃないよねと聞くと、ああ、違いますよ。田中さんのことは話題にも出ないので安心してくださいと言われたこと。ということで、最近どうしても納得いかなかったこと。